囚人学園にようこそ。新しい学校生活、せいぜい楽しめよ。では転入生を紹介します。雨宮蓮くん、今日は体調不良ということで遅れてこの時間に。よろしく。あれが例の人？おとなしそうだけど切れたら。だって保護観察でしょ。静かに。席はあそこね。嘘、駅にいたくせに。よろしく、高牧さん。何あの二人、知り合い？じゃあ高牧さん、鴨志田先生と二股ってこと？すみません、失礼。ごめん。はい。ありがとう。昭和の揚げパン、早いもん勝ちだよ。ください。ふんが。ハング。聞いたで。お前訳ありなんだって。俺ら似たもん同士かもな。まあいいや。お前も覚えてんだろ、あの城のこと。鴨志田。あいつは全然覚えてないみたいだった。っていうことはやっぱり夢か。でも二人揃って同じ夢とかありかよ。鴨志田には噂があるんだよ。噂？うん。まあな。けど元メダリストで顧問のバレー部も全国行ってっから誰も何も言えねえ。外面は猫かぶってやがるし、